はい、皆さんこんにちは。只見町県民リポーターの藤沼です。今日はですね、私が主催する大学生サミットっていうのを取材していきたいと思います。この南会津地域、大学がない地域なんですけれども、実は大学生団体がいろいろ複数来ていろんな活動をしてくれております。大学生が参加しやすい夏休みの時期に設定して、東京在住大学2年生のアウトドア好きだが車は持っていません、どこにも行けない、そんな方を募集しています。山形県のにある東北芸術工科大学2年の柳田理恵です。只見町のにある三石神社の遊歩道整備などに関わっています。私は只見町出身なので、いろんな大学生と只見で関わることができてとても嬉しかったです。僕は石川県の白山市白峰っていう山奥で、白峰大学村っていうサークルの代表をやってまして、その大学村の仕組みを只見で活かせないかということを議論しに今回やってきました。この只見っていう山奥に大学生が本当にいっぱい集まるのかと思ってたんですけど、実際会場に入ってみてめちゃくちゃ大学生がいて、それがまずびっくりしましたし、只見スキー場では斜面でロマンチック星空鑑賞ということで、スキー場の斜面に寝っ転がって星空を鑑賞します。そういう自分たちが今住んでるような、実際活動しているような拠点に、この只見という場所を持って帰りましょうっていうものになります。じゃあ具体的に何を持って帰るのか、ここのお酒やご飯になります。只見で何か活動したよっていう活動の内容を SNS とかで持って帰っていただいても僕たちはいいのかなって思ってます。全員大学生めちゃくちゃ只見について熱い思いを持っていて、こう只見を良くしようって思いが強くて、それに僕もこう影響されて只見をめちゃくちゃ好きになりましたね。はい、はい、ありがとうございます。只見町と大学がないこの地域で福島県一大学生が集まる町っていうのを目指しております。ということで、大学生の皆さん、それからこれから大学生になる皆さん、ぜひ只見町に足を運んでみてください。それでは